流行りで事故物件事故物件なんてね、いろんなところで事故物件のお話を聞くことって多いと思うんですよ。映画化もしたりとかして、でこの家は事故物件なのかなーって気にするようになった人かなり増えてきたんじゃないかなっていうふうに思うのですが、事故が起きるのっていうのは別に家だけの話ではありません。これはまあそういった家以外の場所で、まあ亡くなった方と同じものに遭遇してしまった人のお話でございます。僕の見ている方にですね、中古車屋さんをやっている方がいらっしゃるんですけれども、その方からまあメッセージをいただきまして、事故物件というものを気にする人は多いのですが、事故車を気にする人というのはすごく少ないんですというふうにいただいたんです。東京に住んでいると、まあ、交通網がものすごく発達していて、だいたいどの場所に行くにも電車でかなり近くまで行けてしまうことが多いのですが、やはり地方住まいになってくると車は必需品、コンビニに行くのにも車が必要不可欠だという家がまあ結構あると。そうなってくると車というのは生活の中でまだまだ必要不可欠な存在であるっていうことは当たり前なんですね。なんで、中古車ディーラーの方々はまあ車を販売するっていうのが結構地方なら地方なほどよく定着していると。ということで、いろんな人から車を受け取って、その車をいろんな人に販売する、そんなお仕事をしている方からのメッセージだったんですが、事故車ですかって聞かれることってまあ少ないそうなんですね。この車どういう走行距離どれぐらいですかとか、まあ、あとは色とか内装とか、いわゆるルックス的なものっていうので、決めることがほとんどらしくって、あとは中身ですね、性能とかそういうもので決める、あとはお値段の交渉、その車が事故ってるかどうか、そういうものっていうのはあまり気にする人っていうのがいないらしいんです。その方曰く、やってくる車っていうのはなんとなく肌感でこの車はいい車かな悪い車かなっていうのがわかるらしいんです。長年中古車販売をしていると、やってきた車が、あ、これはすぐ売れるなとか、これはなかなか売れないな、もちろん車のスペック的な問題もありますが、なんとなく感性として人間の気持ちに刺さる車かどうかっていうのが刺さるらしいんですよね。なるほどなっていう、ただちょっとそういうのと違う雰囲気を醸し出している。例えばすごく素敵、もう見た目もかっこいい、例えば人気の色黒で、大きさも結構大きくって、中身のスペックもすごいオール革張りだったりとか、かなりいい状態になっているけれども、この車あんまりちょっと良くないんじゃないかな、売れないんじゃないかなっていうのを感じ取るらしいんですね。でそれは大概調べてみると事故車らしいんですよ。でなるほどなと、こういうのをまあなんとなく分かっちゃうもんなんだなと思うんですが、面白いもんでお客さんっていうのはそういう車をかなり気に入ることが多いらしいんですね。ちょっと感性に優れている分かる人だったらやってきて、あーなんか写真で見たらよかったけど実際見るとなんかちょっといいですって言って帰っちゃう人も多いらしいんですが、結構な確率でまあ、そこにやってきてパッと見ると一目惚れしました、この車がいいです、この車欲しいですって、事故車なら事故車なほど一目惚れされることっていうのが多いらしいんですね。ただその方は事故車に一目惚れした人にはもう売らないようにしてるそうなんです。まあ、厳密に言えばどうしても欲しいというふうに言われれば、まあ、売らざるを得ないのですが、似たような条件でもっといいのありますよっていうふうなことを言って、他の車にだん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 と気持ちを流すようなね、まあ、プロの話術で流すようなことをしているらしいんですが、もう今はほとんど、まあ、もう事故車一発で気に入っちゃったっていう人には売らないようにしているらしいんです。そのきっかけとなったお話らしいのですが、まあ、もともとそのディーラーの方は気にしていなくて、全然もうどこでもいいですよと、もうどんな車でもいいですよというふうなスタイルだったらしいんですね。で車なんか関係ないだろうと、そもそもその人も事故車なんて別に事故ってたっていいじゃないかと、綺麗に直してるわけだしと、もう新品同様に売っちゃっていいじゃないかっていうふうに思ってたんだけれども、まあある日お客さんが来てその車を一発で気に入った、一応事故車ですよって説明もしたけれども、まあ全然いいですよと。もうこの車も気に入りましたからって言って、バーッと売ったらしいんですね。で、数ヶ月経って、
その時売った車と全く同じ車が入荷したそうなんです。走行距離を見るとあの時より、まあ、少し増えていると。同じ車か、いやいや、でも車って同じ車種いっぱい出回っているし、まあ、大体中古車っていうのは同じ時期に入ってきたりするものらしいんですよ、同じような車が、なのできっと違う車だろうと思ったんですが、妙に気になったらしいんですね。どういうことなんだろうと思って調べてみたらしいです。そうすると、まあ、ある記事が出てきたと。大きな交通事故、お店から、まあ、そんなに遠くないところで起きた大きな交通事故、しかも、まあ、バーンと車同士とか車と歩行者がぶつかるのではなくて車単体で起こした事故だったそうなんですが、車がですね、その標識に向かって突撃したらしいんですよ。で、その突撃の仕方が異常だったらしいんです。まず一発目、車が標識に向かってファーッといってドーンとぶつかる。そして標識がぐにゃーんとクラッシュして手前に曲がったそうなんです。車側に曲がってきた、倒れてきた。そして車がまたキューって後ろに引いていって、その倒れた標識に向かってもう一回突っ込んでいってバーンとそのままクラッシュして、その倒れた標識がフロントガラスをバリーンと突き破ってきて、その運転手さんの顔面にクシャッと当たって運転手さんは即死、こういう事故を起こした事故車になっていた。まあそういったのがあまりにも悲惨痛烈な事件だったので、ネットとか、まあ、新聞とかに取り上げられていたらしいんですね。まさかとは思うけどと思い、よくよく調べていくと、事故に遭ったのは自分があの時その車を売った人だったらしいんです。嘘だろうと思って、まあかなり念入りに調べたそうなんですね。その方法というところまではさすがに記述していませんでしたが、念入りに調べた結果、自分の手元に戻ってきたその車はその事故に遭った車だったということが最終的に分かったそうなんです。これもしかして人に売っちゃいけない車なのかな。ああいやいや、でもその人が自分で死にたい願望があってそういうことをしたのかもしれない。最初一発目のクラッシュで死ねなかったから2回そういうことをしたのかもしれないというふうに思ったんですが、それから少ししてですね、やっぱりその事件有名になって、あまりにも不可解な、まあ、クラッシュだということで、まあ一時なんですけど有名になって、いろんなところで実はこうだったんじゃないかっていう書き込みが増えたらしいんですね。そんな中で、まあ、ある一つの書き込みがあり、その内容というのは自分が、まあ、接客した時の対応とか、それまでの、まあ、しっかりお届けするまでの内容とかなり一致するお客さん像だったんで、これは実話なんじゃないかっていう投稿があったそうなんです。車を買い取った男性、まあ、妻子持ちだったそうなのですが、奥様、まあ、その車をあんまり気に入らずに、あなた一人で乗ってって言ったそうなんです。で、分かったよと言ったそうなんですが、旦那さんは用もなく毎晩毎晩その車に乗り続けていたそうなんですね。で、どこ行くのって言うと、いやちょっとドライブしてくるよっつって、バーッと旦那さんは一人でバーッとドライブに通う毎日を毎日毎日本当に続けていたらしいんですが、もうだんだんと奥さんにどこ行くのって聞かれても返事をしなくなっていったそうなんです。家に帰ってくると黙って荷物を置いて車に乗り込んで一人でファーッとどっかに行ってしまう。で、途中で奥さんが本当ノイローゼ気味になって、いい加減にしてよと、喧嘩売ってんの、あんたさ、なんでそんなさすごい嫌な態度取ってんの、私が車気に入らなかったのそんなに腹立つって聞いたら、その旦那さんが、違うんだよ、俺まだ走るの止めらんないんだよ、まだ止まっていいって言われてないんだ。そう言って車に乗り込み、その夜大クラッシュ事故を起こしたらしいんです。その記述を見て、うわこれは細かいところまで書いてあるし、もしかすると私が売ったその人の本当の
体験談かもしれない、そう思ったそうなんですね。よくよく考えてみると、その車もともと自分の元にやってきた時も事故車だった。さらにもっと昔、なんでうちのところに来たんだろう、その前どんな事故を起こしたんだろうって調べていった結果、似たような事件に行き着いた。もしこのクラッシュ事故と今のクラッシュ事故、同じ車が順繰り順繰りで回っていって、中古車屋さんにまた堂々巡りで戻ってきているんだとしたら、私はもうこの車を誰かに売るということは絶対できないな。それにこれから事故車だと分かっている車はお客様に極力売ることはできないなと思って、買い取ることもやめようと思ったそうなんですが、やっぱりなんかちょっとどういう意図なのか、たまに買い取ってしまうこともある。そんな、自分の中でも自分のことがよく理解できてないけれども、とにかく買う人には事故車は気をつけてくださいねとしか言えないというお話でございました。はい、僕もいつか車を中古車を買うときは気をつけたいと思います。